魔人族のエスタロッサに女神族の翼が。あれが彼の本来の姿。あ、四大天使マエルだ。マエルなの？私は悪夢を見ていたのか。髪型だけ真似たって腰抜けが治るわけじゃあるまいし。私はとっても似合うと思うわ。さすがは私の弟だ。兄さんは教えてくれた。魔人族を殺すことは罪ではない。だから私は魔人族を数えきれぬほど殺した。兄さんにとって私は誇りであり、不浄の魔人族メリオダスを選んだ。私はエスタロッサ。とうとう最強の四大天使マエルを撃った。この髪は何だ。撃ってほしいな。これで同じだ。メリオダス兄さんと。兄さんが残していった慈愛の開言。これが俺の新しい力か。あ、悪夢じゃない。向こうの民を焼き尽くした感触が。全ての責任は俺にある。だから俺を壊せ。自分が何を言っているのか分かっているのか。これでいいんだ。不浄の魔人を兄と慕わせた。どうする。なぜこんな真似を。3000年前の聖戦の発端は、原因はメリオダスが魔人族を裏切り、メリオダスに匹敵する力を持つ戦士を。お前だよマエル。でも一度始まった聖戦は止まらず、そして聖戦は終結した。聖戦の終結。俺は魔術師ゴーセルに作られた人形だよ。お前を巻き込みたくない。ゴーセルの仲間ですか。ちょうどいい。お前に仮初めでも心が存在することを。救済の矢。それなら俺を壊せ。キングには何の罪もない。シーン霊装シャスティファル第一形態。その調子です。妖精。おいらは妖精王だ。なめるな。マイルに加勢しなきゃ。そうじゃない。七つの大罪の加勢だ。何よりマイルは私たちの大事な仲間なのよ。四大天使であることに目覚めた今、力を行使するため彼の心は闇に蝕まれていく。救うんだ仲間として。エリザベスちゃん。エスタロッサがマイルだったなんて。ごめんなさいテリエリ。いや、救おうぜあいつを。俺はもう二度と大切なものを失いたくないんだ。いいね、ゴーセル。次は二人で来なさい。いや、四人だ。元気そうだねと素直に喜べないのが悲しいよ。失った時間はゆっくり取り戻せばいいじゃない。わかるはずがない。取り込んだ会合を今すぐ手放せ。残念でなりません。絶望を。マイルを救う。3000年前に私とモンスピートは死んでいた。女神族や多種族と戦い殺してきた。お前たちに命を救われた後も戦いをやめようとはしなかった。モンスピートが私をどう思っていたかはわからない。ずっと私の大切な相棒で片割れだった。こんな無意味な喧嘩は終わらせなきゃなんね。でも私の力では海軍を取り除くことはできない。マイルを傷つけることも俺にはできない。ゴーセル。隙あり。まずは妖精王がマイルを撹乱。意識がそれた瞬間、正直実戒の作戦に乗るなんて尺だけど、私はマイルが瀕死になるまで攻撃を叩き込む。もう少し耐えてマイル。たぶんいけるな。わかった。ありがとう我が同胞。受け取るがいい死の天使からの慈悲を。テリエリー。
まとい霞べるその有効法の手などっちもないもっと遠いさんら I really really like youThis is what I want to say to you それ以上解放を取り込めばもう君は君でいられなくなる私は死んだんだ西ちゃんどうも見覚えのある景色だまるで魔界とウリ二つメリオダスが統率者だったのはもうずっと前のことだ絶対許さねえ奴を捕まえんぞ行くのか行かねえのかああお前は一人放ってはおけないさありがとなモンスピートオムノレンキエト聖戦もマエルも止めてみせるからそしてメリオダスきっとあなたを救う任務は失敗だとんだヘマをしたなタルミエル今のがマイルを止める唯一のチャンスだっただけど妖精王はあのざまマイルに勝てる力量はないだろうかかつての冷血無常の実戒とは別人のようだそれはもう僕らの知るマイルじゃないまるで眉だわ口惜しいよ四大天使が消えて呆れる屋外にいる者は屋内へ避難しろエリザベスがさらわれていった方角の空からだぜディアンヌキングのことが心配だろうがひどい出血キングを頼んでもいいかな全部俺のせいなんだゴーゼル様許してほしいマイルサーペント神ディアンヌ参上サリエルやタルミエルエリエリまで殺されるなんて光が縮んでいく20万以上エリザベス様ディアンヌの傷をそれどころかすっごく気持ちよくてオイラも眠ったメリオダスあの妙な金どこからあんなものを生半可な魔力じゃ太刀打ちできないどうなっているエリザベス急いで二人の傷を治して本当にお前を救いたかったんだもしもの時のための最終手段エスカノールのサンシャインから抽出した魔力をベースにオスロを頼む君の力でみんなを避難させてくれそれはあなたが背負うべき重み
海軍が見せている幻だ。本物の君なの。エリザベス、お願い、急いで。オスロ、どうして。ギデオンが僕の声に応えてくれた。受けた攻撃魔力を大地にそっくり逃がすんだ。また来た。妖精王が空から落ちて死ぬなんて、ごめん。エリザベス様を守れなかった。オイラは本当に不甲斐ない王様さ。キングは今も僕を好きでいてくれる？僕のことはいいから逃げて。エリザベス、 あとはオイラが肩をつける。キングなの？その姿は。